はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造マシーン、リュウです。一人ネタレッキ選手。皆さん、フリントというカードはご存知でしょうか？これ新パックで登場した圧倒的 N カードなんですけども、装備モンスターは攻撃力が300ポイントダウンし、表示形式の変更と攻撃宣言ができないっていう、なんかちょっと強そうな N カードなんですよね。これどういうカードかっていうと、要するに戦闘させない、というなんだろうな、ロック性能が高いカードなんですよ。で、装備モンスターが破壊されたら、このカードを装備、なんかもう一体違うフィード上のモンスターに装備し直すことができるよみたいな効果を持ってるんですけども、要は装備し直すことができる、破壊されても大丈夫みたいな感じなんですけども、このねカードね、結構有名なんですけども、その無限ループができるんですよ。無限コンボ、これどうやってやっていくかっていうと、フリントを装備するためのモンスターがいまして、これフリントロックっていうモンスターがいまして、このモンスターなんですけども、これね、結構面白いことを持っていて、一旦一度フィールド上のフリント1枚を選択して、選択してフリントをこのカードに装備することができると。で、こいつ自体は、このカードはフリントの効果を受けないし、戦闘では破壊されないよっていう、フリント装備してるとね、っていう効果があるんで、要はフリントロックにフリントを装備しとくと結構無敵感があるんですけども、これね、重要な効果は、これね、またっていうところのこの効果。また、このカードが装備しているフリント1枚と、フィールド上の表側表示の1体を選択して発動できると。選択したフリントを、選択したモンスターに装備するっていう効果なんですよ。これね、何が起きるかっていうと、フリントロックが場にあって、フリントが 1枚場にあって、フリントロックが2枚盤面にいると、無限にフリントロックにフリントを付け替えることができるんですよ。これまた以降の効果は1ターン1度じゃなくて何回でも使えるんで、そのフリントロックが2体いて盤面にフリントがあると、お互いにフリントを付けまくることができるんで、こっち A につける、B につける、A につける、B につける、A につける、B につけるみたいなことができるんで、無限に装備魔法を、付け替えることができるんですね。で、そんなことをして何すんのという話なんですけども、これ有名なコンボがありまして、これなんですよ。四季紅葉っていう。装備魔法カードをモンスターに装備させるために、装備魔法カードのコントローラーが1000ライフポイントを回復するよっていう効果なんですね。これ有名なコンボはね、このギルファーデーモンっていう、このモンスターと、無限コンボを組ませるっていうことだと思うんですけども、これフリントロックでもいけるんですよ。フリントロックにフリントを装備させまくると、無限にライフ回復していくんですよね。無限にライフ回復していくんですよ。ってことはですよ、いろいろなことができまして、例えば、ラーの抑止力を出して、なんかめちゃくちゃ打点を上げるっていうこともできますし、あとビッグワンガールっていうね、このモンスターはライフポイントが回復すると相手にダメージ与えるっていう効果なんで、これで無限バーンができるんですよ。4枚コンボですけどいや5枚コンボか。フリントロック、フリントロック、フリント、四季紅葉、ビッグワンガールっていうのが揃うと、相手のライフを焼き切ることができるんですよ。これでバカすぎるコンボなんですけども、今日はですね、この無限フリントロックコンボを皆さんに見せていきたいなというふうに思ってます。今回はもうね、ネタデッキ選手権用なんで、相手するデッキがなんかそういうデッキですけども、ご容赦ください。早速ですね、無限フリントロックしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、はじきくんね。はい、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、アクアアクトレス、はい、なるほど、アクアアクトレス、いいだろう。脳筋力高すぎるんだよな、武器あれだけ。ちょっと脳筋力が高すぎますけど、それだけ、注意というところなんですが、でも言うて戦闘してくれる時期があるんで、フリントは割と効きます、ね、フリント来た、OK、とりあえずフリントをアクアアクトレステトラにつけといて、セットしてエンドレス。これコンボパーツなんかめちゃくちゃ揃ってるんで、ワンチャンありますね。これ四季紅葉さえあればなんとかあるんじゃないかっていう。はいはい、でアクアリウムね、オッケー。めちゃくちゃ立ち上がるけど、あいつは今戦闘できないんで、なんとかあるかな。はい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 、でアクアアクトレステトラの効果によってまた無限に持ってくる。あんまりね、バック除去することないと思うんで、多分大丈夫です。でアクアリウムで、シャインエンジェル効果。さあ
デッキから光属性モンスターを特殊召喚するぞ。フリントロックだ。モンスターを特殊召喚。よし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 よフリントロックは、フィールド上のフリントを自身に装備することができる。で、これ守備表示にしといたらもう相手何もできないんで、相手何もできない問題なんで、ちょっと少々お待ちくださいね。だから、これぶん投げられたらワンチャン負ける可能性あるからな、4000とか。アクアアクトレスはものすごい打点になるんでね。ワンチャン殴られたら死ぬ説あるんで、これでロック完了した。で、召喚権、あ、でもあれか、もう別に今コンボ指導しようかな。ちょっと待ってくれ、自分で作ったはいいものの、まだちょっと回し方がよくわかってない。さあ、フリントロックは戦闘では破壊されないぜ。強いだろう、ドロー。やりもしきた。もうさ、これさ、もうだからコンボ指導していい説あるんだよな。実はさっきの ターンでできた説あるんだよね。ちょっとごめんね、なんかもたもたしてて。まず四季紅葉を発動していく。四季紅葉を発動で、フリントロックを召喚。そして、フリントロックの方がそう、フィールド上の装備カードを自身に装備することができる。そして四季紅葉の効果で装備カードが装備された場合1000ライフポイントを回復できる。さらにフリントロックにフリントを装備し、四季紅葉の効果、そしてさらにフリントロックの効果発動、自分以外のモンスターにフリントを装備させることができる。さあ、これでフリントロックにフリントを装備し、四季紅葉の効果でライフ回復、さらにフリントロックの効果発動。来た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 、無限霊パス。フリントロックの効果発動、フリントロックの効果によって装備カードを他のモンスターに装備させることができる。はい。ガチ迷惑だな、ガチ迷惑で。これで次のターンにビッグバンガール召喚して勝ちかいけるぞ。で、フリントロックできてるから、あ、俺の攻撃表示はいいか。フリントを装備するのは右側の方 で右側の方にフリント装備しといて、はい、これによって俺のフィールド上のモンスターはそう、戦闘では破壊されない。もう勝ったね。よし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 。なるほど、チッチさおげいいだろ。さあ、おー、ターシロ殴んないのか、いいだろう、ドロー。さあ、俺のモンスターは戦闘では破壊できない、いくぜ。とりあえずビッグワンガード召喚。フリントロックの効果と、フリントロックの効果により、ちょっと一回1枚自分だから外すわ。1枚外して、はいはい、いいです、全然。はい、で1000回復して1000バーン、はい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 、オッケーオッケー、よし、これでフリントロックの効果を発動。フリントロックの効果によってフィールド上のこのモンスターにフリントを装備させることができる。さらに四季紅葉の効果でライフを回復し、ビッグバンガールの効果でバーンダメージ、さらにフリントロックの効果発動、このカード以外のモンスターにフリントを装備させることができる。さらに装備カードが装備された場合、四季紅葉の効果でライフポイントを回復し、ライフポイントが回復した場合、底面のライフに500ダメージを与えるぜ。バーンダメージ一律半減してる暇があったら、ビッグバンガールを選ったすることでもするんだな、コナミ。てめえらのゴミみてえだな。一律半減とかいう頭が悪い、頭があまりにも悪すぎる。修正によって悲しみを背負ってしまったモンスターがたくさんいるんだよ。ビッグバンガールの効果発動、くたばれカジキローだ。フリントロックの効果により装備カードを他のカードに装備し、装備カードが装備された場合、四季紅葉の効果によりライフポイントが1000回復、さらにライフポイントが回復した場合、ビッグワンガールの効果によりお前の場ライフポイントに500ポイントのダメージを与える。これが史上最強フリントロック無限回復ビッグワンガールバーン。くたばりやがれ、サレンダーでもしたぞ。いや、サレンダーは許さない。さあ立て、さあ立て。
継続魔法発動やっと決まったわ。もういいやこれ一戦で、もうちょっと疲れた、やめるこのデッキ。